はいどうもピオキングです。今日もですね、一発マリオトトロールコースやっていきますか。お、なんか今日の初めの挨拶めっちゃ良くなかったなんかね、めっちゃ気持ちよく言えた気がするんですけど、それじゃあ最初のコース、ゴールは目の前系だね。いつもね、僕一発マリオはゴールは目の前系なんですけど、以前ですね、のっぺらぼうさんっていう方のトロールコースしたと思うんですよ。で、あの方もね、もうトロール作るのめちゃくちゃ天才で、で、その方が、この方はマジで天才ですっていうコメントがあったんですよ。で、さらにその方がね、一発マリオが出してて、めちゃくちゃ面白そうだなと思って。早速やっていきましょう。で、99IHV ってね、書いてるんですけど、キューピーでいいね。まあこれ普通にまっすぐ行っても多分クリアできないと思うんだよな。うん、多分そんな感じだと思いました。だから多分ね、あの下の一マスのここがあるじゃん、ここでしゃがみジャンプのくるりんみたいな感じで行くんじゃないかなって思うんですけど、違うんかな。めちゃくちゃむずい。それか走ってって落ちた瞬間に回転ジャンプ、うわ無理だね、歩いていくみたいな、そんな感じじゃないのね、そんな感じじゃないの、落ちないでね頼む落ちるね、やっぱりね、普通にはいけないからね、ここで、あ、できるできる、ほらほら、多分これで走ってってしゃがんでくるりんでいくと思う。だからゴー、多分これ何回かやってたらいけると思うんだよね。やったうわー、これは苦戦したね、めちゃくちゃ苦戦しました。どうもありがとうございます。はい、それじゃあ次のトロールコースなんですけど、ウノマッシブトロールかな。いや、これを選んだにはね、少し訳があって、最近ですね、僕銀魂のアニメをよく見てるんですけど、そのね、銀魂のアニメでさ、ウノをやってたんですよ。それでね、僕もやりたいなとね思ってたところ、コース名がウノであったから、もうこれでいいやと思ってこれも積んだパターンですかねえもう積んだパターンだね。速攻バネに乗っていかなきゃいけない感じだね。だからこのバネに乗っていこう。で、上に行って右で、チャッカマンはしてくれたんだけど右え、今左に避けておいてよかったのかな。もしかしたらゴブリンが倒してくれるパターンかな。あ、やっぱそんな感じ。ちょっと面白すぎでしょ今の雪だるま。いや、新しいね、バネじゃなくて雪だるまでねあの罠をね仕掛けに来たんですけど、じゃあここ右、よし、でこのまんま右行って、どうしようかな、全部開けてみる一旦。いや、なんもない感じだね。下降りていい感じ、ここ、下降りてみよう、多分大丈夫。じゃあここ入りますまさか下ダメだったね。1回ぐらい当たってくれればいいんだけど。なるほど、ピンクコイン系か。しかも結構な数あるね今回。じゃあ一番左下から行って、ここはジャンプで避けよう。何、どうする、どうなる、これは。うわ、ここ一番左に、この四角の中になんかあったんじゃないの。いや、多分そんな感じだろうね。それじゃあ左下行って、この隙間なんかある。いや違う、なんで何もないの。あれ、なんか今度鉄球左行ったね。あれなんでだろう、たぶん僕がここら辺にいたから鉄球がこっち側に来たんだろうね。じゃあここで、うわ、なんか怪しいねここ。何、バック、これは、うわ、金魚避けた、避けました。これはバックンか。トゥ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 、ここをすぐ左に走っていかないけんのじゃないの、こんな感じでしょ。うわ、ここ下に降りていい。いや絶対ダメだよね、左下にしか行けないはず。なんでこのまんま何もしない、オッケー。でここはアイテムが出そうだよね、やっぱり、やっぱり。あれ、どこ行ってくる、どこ行ってんの、ちょっと違うそういえば最近コメントでさ、芸人がするゲーム実況より面白いですってね、コメントがあったんですよね。めっちゃ嬉しいなと思ってまあ一応僕ね、マリオメーカー芸人としてね、やらせてもらってるんですけどね、自称。じゃあここはジャンプして何もしないでいいのかな。あ、待って、何が来る、バーネー。じゃあここは何もしないでいいっぽいね、何もしなくて離してもらう、そう、離してもらってここに捕まっておこう、これでいい。うわ、右下になんかピンクコインなかった今。あの砲台の下にあるピンクコイン取らなきゃいけんっぽいね。なんか最近 DM とかでさ、喉マジで大事にしてくださいねってあの来たりするんだよね。みんな優しいなと思って
うん、大事にするよ私。じゃあここはすぐ下に行こう。こう、よし、これが正解でしょ。頼む、なんでまだあんの。あ、中間ポイントあるね。中間ポイント取っておこう。で、一旦この赤の土管に帰ってさっきの場所戻る。あ、やっぱそうだね。じゃあ次は左から攻めようか。左上のこの緑の土管行こう。次はバブルが来る。なんでお前来んだよ。じゃあここはバブルが来て火が来るの待っておこう。この辺、よし、オッケー。でジャンプ、ジャンプ、よし。これは左行っていいのか。そんでオンオフ叩いてみようか。オンオフじゃねえ、ハテナブロック叩きます。これ左下めちゃくちゃ怪しくない？いや、こういうとこ行きたくなるんだよな。いや、多分大丈夫、もう大丈夫な感じ。これ大丈夫な感じでしょ。これ、このまま落ちていく感じでしょ。オーライ。じゃあここはジャンプして良さそう。ジャンプして左に追っておくね。左、オッケー。多分これでいいと思うんだよね。そんで下に降りるパターンじゃないの。何これ、ジャンプしてさっき左押しっぱだったから今度右押しっぱするね。右押しっぱ、これで合ってる。いや、絶対合ってる、合ってる。早く行かな、まずい気がするね。な、待って、いや何今の、いやって。右も左もしない、ただジャンプするだけ。こう、いや、これがねこれがね、いや、これだね、合ってる合ってる。で、これはね、下が罠と見せかけて上が罠なんで正解。何を言ってるんだ、私は何を言ってるんだ今日、大丈夫ですか。じゃあここはもう下っていうことが分かったんで下行こっか。で、オンオフをして、あ、ここ消えてなくなるんだ。一応これ段差みたいな感じになってるのかな。じゃあこのまま上行こう。で、一旦右行くね。ここで、いや、多分ね、ビークコイン取ったらダメだと思うんだよな。なんで普通にオンオフしよう。そんでキノコ取る。何、そんなに整列してんのあなたたちねえ、これもう戻れないパターンでしょ。ほらもうどうしようもないやんかこれ。じゃあここ上に行ったらダメっていうことが分かったから、一旦このピンコイン取ってみる。取って、なんか鉄球かなんか出るんじゃないのかな違う、黒いのが出ちまったよ。ここ一旦オンをした瞬間もう一回ジャンプするね。はいはい、いや、これか、これでいいのか。やったー、待って、どこ行ってんのよし、次は気をつけよう。今度はね、キノコ左に来たから楽だったね。で、ここでジャンプしてドアに入る。待って、入れない入れない、まずい、どうしよう。こっち、オッケーオッケーオッケーよかった。それじゃあ次右上行こっかな。いや、左上のこのドア行こっか。ここ行きますね。いや、右、待って、大丈夫。うーわ、今さ USA キノコおったよね。だから一旦ね、このドア入ったら何もしないで大丈夫で、右、てれれてってて、危ねあ、今度はリンク取っていいの。これ取れんのかな。取れたね。こうだね。あ、いや、ちょっと、バネでこうで、ジャンプで、ここでもう一回こうで、こう、オッケーオッケーオッケー、危な、合ってる合ってる合ってる、臭いね。そんでもう一回ジャンプして右で爆弾、よし、来た。ここは取っていいかな。取っていい、大丈夫。うわ、ずるい、今の爆弾ずるいここはすぐ上、こうでジャンプ。いや、このまんま上に土管に入ったらクリア、やったー今度はもう一回右上のドア入ろう。もう一回っていうか、まだ入ったことないんだけど。うわー、また雑に扱いやがってボスキャラを。じゃあこのまま左下行こっか。いや、待って、これ死に耐久じゃんか。いや、まあでもシンプルな死に耐久だね。これそんな時間かかんないよきっと。多分ね、こう左に寄っとけばいけるんじゃないのこれはきちん、いや、これ地味にきちん。下から2番目のさ、あれが結構邪魔なの。あれ、早いバネが。一番下はまだいいんだよね。でも下から2番目のね、あいつはめっちゃめっちゃなんだよ。イエーイ。なんでここ下行って左に走っていく感じ。そうでしょ。え、待って、捕まっちまった、捕まっちまった。ダメだ、これは下 B 押すね。下 B、 オッケー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 。で、このまま走っていこう。こんな感じでしょ。いやー、待って、よし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 。で、このままもう一回取って
上に行く感じ。そう、ビヨン、来た。え、ここは、待って、これはまずいんじゃないの、これは、これはまずいんじゃないの。で、ここはすぐ右に行こう。こんな感じ、こんな感じ、こんな感じ。ちょっと待って、助けてくれ。コイン、コインはいいんだって。次こそ本気で行こう。ちょっと集中するね。はい。めっちゃ簡単やんか。めっちゃ焦ってたからさ、さっき。じゃあ次は左上の赤土管行こう。右下の青土管ってさ、なんか簡単そうじゃない。これは、え、どうしよう。もう一回帰っていい、一回帰っていい。一回帰ってやり直すわ。うわ、嫌な予感しかしねえ。え、待って、これどうするの、ここ。なるほど、プラパの近くに行ってキノコを落とすんばい。なんで一旦ここはプラパの近く行くでしょ。そしたら捕まっちゃうんだよね。捕まって、こう、よし、そうそうそう。で、この瞬間に左、よし。で、ここは取らないで行かなきゃダメ、きっと。いや、取った方がいいね。これもう上隠しブロックあるパターンでしょ。ちょっと期待したな。このデカキノコ取ってすり抜けれるの。あ、いけるんだ。そしてどうしよう、一旦ここ壊しておいて、壊しといて上行っていいのかな。落ちないこれ。あっ、落ちるよね。一旦じゃあマリオになっておいて、こんな感じか。オッケーオッケー。そして一旦この大砲止めておこう。なんかまずい気がする。で、上、あ、どうせここでチビになっておいて左に走っていく。オッケー。なんかあると思ったんだよな。上行ったらダメなパターンでしょ。うわ、どうしよう。オンオフをしてキノコが来るのを待っておく。キノコ取って多分こっちに来る感じだと思うんだよな。なんで一旦オンオフするでしょ。オンオフをして右、そしてこれがキノコ、やった。赤コインあって、うわ、まだなんかある。うわ、これどうする、どうする、どうする。右に投げよっかね、右に蹴ろ。ここは信じよう、矢印を。いけー、左になった。なんでかぶったの。それはイレギュラーすぎでしょ、ちょっと。左で良さそうだったよね。左に蹴ろ。なんでまたかぶるのよ。右に蹴ってみるで、はい、よし。で、こう、やったやった。あと一個、あと一個、あと一個、あと一個。じゃあ次は右下の土管だね。ここがなんかね、一番簡単そうな雰囲気はするんだよな。じゃあどうする、どうする。これはもう積んだ感じですか。これ左に行っておかなきゃいけないっぽいね。ここはすぐ左に行って、このキノコを待っておく。で、いや待って、なんか出そう、こいつマジなんか出そう。上行こうか。で、下はなんかまずい気がするんだよな。ほらほら、やっぱ雪だるまとか出てきたね。で、どっち行こう。一旦叩いてみる。コイン、両方コインか。うーわ、いらねえやつ出してしまった。あ、ワンワン出さないで上に行けって感じだね。だからここは何もしないで上に行く。そんでこっちは右の方に行ってみる。こっち、そんで左、あ、待って、大丈夫。あ、これ上から行けるパターンじゃないの。はい、よし、来た。ここはね、多分ね、あの孔明が隠されてると思うんで、行きません。こっちが正解でしょ。そして下、頼む、これは何、頼むよ。なんだこいつ。分かった、ここで雪だるまが出るんだ。で、蹴る、そんな感じでしょ。行けよりゃ。あ、待って、どっちが出るんだ。だからここの雪だるまを蹴って自分も行かなきゃいけないね。こう、いや、完璧なタイミングだったね。で、終わり、終わり、くせー。よし、中間ポイント取れたね。そんでここでピッコインをラストの取ってゴール。絶対最後には何かあると思うんですけど。なにここ、え、ゴール、ゴールではない。あ、やっぱゴールか。いや、ありがとうございます。いや、よかった。ですきって書いてるからさ、てっきりやられてまたなんかね、あるんかと思ったんですけど、違ったね。いや、今日もご視聴ありがとうございました。この動画が良ければグッドボタン、そしてリオキングのチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。そして Twitter、TikTok もやっていますんで、動画説明欄の方からフォローをお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。それじゃあまたね。